はい、こんにちは、グリードです。皆さん、こちらの FPS 覚えてますでしょうか？そうですね。はい、8月24日に発売されました、新作 FPS コンコードになります。あのソニーが買収した会社、ファイアウォークが手掛ける FPS でして、まあ、ソニー自体も開発に携わっていると。で、かなりのお金がかかった、FPS になるんですけども、発売から約2週間、いや、1週間半ですかね、経ったんですけどもね、こちらのゲーム、サービス終了で返金対応がされます。もう一度言いますね。こちらの新作 FPS 発売から1週間半経ちましたけども、サービスがね終了することになりましたので返金対応をするそうです。この FPS ね、僕もね発売日に、買いまして、で動画も出したんですよなのでちょっとこのニュース見たときは、サービス終了ってなんかソニーがサポートを終了するっていう意味かなと思って、ゲームは続くけどちょっとソニーはもうお金出さないよみたいな、あ、そういうことかなと思ったんですけど、違うんですよ。サービス完全終了、オンライン終了、ゲーム終了、返金します。まあ、まずこの FPS 初めて知ったよっていう人がいると思うので、どんなゲームかっていうとね、まあ、5対5のまあ、FPS なんですけども、まあ、非常にこう、オーバーウォッチが近いかな。まあ、ヒーローシューターですよ。まあ、キャラクターがたくさんいて、各々、役割とスキルが割り振られてて、5対5で戦う。で、ルール自体は非常にコールオブデューティーのチームデスマッチドミネーション、サーチ&デストロイに、まあ、似てるんですけど、はい。発売日初日、PC 版のね、同時接続者数が700人っていうことで、まあ、ちょっとね、ニュースになってたりとか、まあ、発売前からなんか不評でね、僕もそれで知ったんですけども、まあ、実際製品版プレイしてみて、ゲーム自体は普通に面白かったんですよね。まあ、ただね、有料っていうことで、まあ、この無料ゲーがね、こう、デフォルトになってる中、有料ゲーっていうこともあって、なかなか、まあ、厳しいかなと思ってたんですけど、さすがに2週間は早い早い、さすがに判断が早い。ちょっとプレイステーションの記事を読んでみましょうか。コンコードに関する重要な最新情報。コンコードファンの皆さん、プレイステーション5と PC でコンコードを発売されて以来、私たちは皆さんのフィードバックに耳を傾けてきました。ノーススターに乗ってこの旅に参加してくれた皆さんに感謝したいと思います。皆さんのサポートとこのゲームを中心に成長してきた情熱的なコミュニティは私たちにとってとてもかけがえのないものです。しかしこの体験の多くの品質がプレイヤーの共感を呼んだ一方で、ゲームの他の側面や当初のリリースが私たちが意図した通りにはならなかったことも認識しています。そのため現時点では2024年9月6日よりゲームをオフラインにし、プレイヤーにより効果的なアプローチをできるオプションも含め、オプションを検討することにしました。なんだこれ、小泉構文。最善の策を検討している間、コンコードでの販売は直ちに中止され、PS5 または PC でゲームをプレイした全てのゲーマーに対して全額返金が開始されます。プレイステーションストア、またはプレイステーションダイレクトからプレイステーション5のゲームを購入した場合、元の支払い方法で返金されます。払い戻しが行われると、プレイヤーはゲームにアクセスできなくなります。はい。本当に終わるんだ。本当に終わるんだね。え？いやね、さすがにね、ちょっとびっくりですね。いや、いくらなんでも早い。で、まあ最近、まあ無料だけど、そのオンライン FPS とかいろいろあるけど、まあ大体ね、持ってこう、1年はやるみたいな。最低でも1年はやってサービス終わりますっていうのが、まあ多いんだけども、1週間半ですよ。ゲーム自体もものすごくお金がかかってたと思うし、ね、買収もしてるから、これどんな損失出てるんだろうな。もうあれですかね、こう、サーバーの維持費を払えないレベルっていうか、払いたくないレベルの、もう売れなささ、ユーザーのいなさ、損失ってことなのかな。このゲーム、コンコードが一体なぜね、大失敗したのか、まあ、ちょっとね、考察すると、まあ、考察かな。この FPS、コンコードがね、失敗した原因っていうのは、まあ、僕の個人的見解で言いますと、まあ、そうだよね。まずね、まあ、ゲーム自体はね、まあ、普通に面白かったし、クオリティも高かったんですよ。ソニーさんがね、結構お金をかけて開発してるってことで、まあ、そのグラフィックだったり、サウンド、UI のクオリティ、操作性とか、本当にね、
クオリティ高いです、本当に。やっぱそこはね、普通のインディーゲーとは比べ物にならないくらいの、やっぱお金をかけてるなっていう、そういうのね、プレイしてて感じたので、そこは良かったんですよね。で、やっぱり一番最初にね、出てくる原因としては、やっぱその、有料ってとこね、まあ、4000円、デラックス版6000円ぐらい、まあ、この無料 FPS が流行ってる中、完全新規タイトルで、有料っていうのはなかなかね、手が出なかったのかなとは思います。それにしてもっていうところはあるんだけど。で、次にね、このゲームを低評価してる意見で、まあ、やっぱり一番最初に出てくる意見として、やっぱキャラデザが悪い。ポリコレ配慮のすごく惹かれないキャラデザっていうところですかね。まあ、僕自身は、その、まあなんかガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいな、海外のこう、なんか宇宙人だな、みたいな、海外の映画でありそうだな、とは思ったんですけど、まあその、まあ惹かれるかって言われると、うん、まあそこまで惹かれないかな。特に、まあ、日本ではもちろんそんな受けないだろうし、まあ、海外でも受けなかったっていう感じですよね。で、3つ目はやっぱりそのこのゲーム独自の、ゲームルールではなかったっていうところ。やっぱこのゲームでしか体験できないものがなかったんですよ。やっぱり他のゲームからこう引っ張ってきたルールで、キャラクターもやっぱ似てて、だったら例えばオーバーウォッチやればいいんじゃないみたいな、コールオブデューティやればいいんじゃないみたいな、チーデストドミネーション、ホールオブデューティーじゃんとか、うん、やっぱりこのゲーム独自のコンテンツっていうのがなかったのは大きいですよね。あとはね、もうどうしてももう FPS っていうジャンルというか、まあもう全てのゲームそうかもしれないけど、もう飽和状態ですよね。もう新しいタイトルジャンルっていうのはなかなかもう生まれても、うん、入る隙がないですよ。ね、FPS だってさ、もうね、コールオブデューティーがあるし、オーバーウォッチあるし、エイペックス、バロラント、カウンターストライク。もう多すぎる。もうこれで席が埋まっちゃってますよね、正直。だから新しい FPS が入る隙がない。やる人がいない。人口がもうそもそもいないっていうのはありますよ。だから、その他のタイトルをやってる人をわざわざこう連れてこないといけないから、それってものすごい難しいですよね。今回のこのコンコードも非常にまあ、システム的には一番やっぱオーバーウォッチが近いかな。じゃあこのオーバーウォッチをやってるような人たち、オーバーウォッチをやりたいような人たちをこっちに引っ張ってこれるかっていうと、まあ難しいよね。相当難しいよね。もう逆にオーバーウォッチよりいいゲームだったとしても、なかなかすぐには移行しないでしょう。すごく難しいと思う。いやー、それにしても1週間半で終わる。伝説ですね、これは。今までこんな FPS なかったし、今後もなかなか出てこないんじゃないかな。コンコードやったことある人なんてめっちゃレアですよ。もう、うん、もう自慢できちゃうよ、これ。コンコードやったことあるって。コンコードしてるって。これプロになれるかもしれん。コンコードのプロになれるかもしれん。e スポーツワールドカップ、コンコード採用されるかもしれんからな。今のうちに練習しておいて。顔つけておかないと。今のうちにちょっとサウジアラビアの王子様に売り込まないと、これ。うまい、うまい。うん、やばい、グレネード。あ、視界を奪えるの、俺。うまい。プロやん。